KTube をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はですね、日本輸入自動車組合さん、通称 JAIA、 JAIA が、ね、通称なんですけれども、JAIA さんの試乗会に来ております。で、 JAIA の試乗会は、まあ、日本の、ね、輸入車組合なんで、いろんな車があるんですけれども、その中からこれ乗りたいなというのを申し込んで、厳正なる抽選によりですね、当選が確定するということで、こちらの車お借りしてきました。これはですね、2シリーズになりますね。アクティブツアーラーです。218D ディーゼルのアクティブツアーラーのモデルをちょっと今日は見ていきたいと思います。ではまずボディサイズいきたいと思います。全長が4385、全幅が1825、全高が1565ということで、まあまあちょっと背が高めのですね、幅が1825もあると思わなくてちょっとびっくりしましたけど、あ、でもそんなもんか、うちの青ちゃんも1820だもんね、うん、ぐらいの感じです。要はあの C セグメントサイズの、まあ、マルチパーパスビークルに位置するのかな、この車は。そういったシリーズになります。で、 BMW の2シリーズっていうとね、セダンだったりクーペだったりいろんなモデルがあるのでちょっとややこしいんですけど、アクティブツアラーとかグランツアラーっていうと、このマルチパーパスビークルのことを指すと思っていただければいいかなと思います。で、アクティブツアラーの方は2列シートなんですね。はい、そちらを今日は見ていきたいんですけど、ガソリンモデルとディーゼルモデルがあって、こちらはディーゼルです。で、最近の、はい、これ2世代目になりますが、最近の BMW のこのキドニーグリルの大きさったるや、ね、4シリーズなんて本当に大きくてびっくりしましたけど、これも相当大きいと思うよ。だってこんなだもんこの大きさ、ね、昔はこの辺にちょんちょんってあるぐらいだったの。こんなにね、はい、大きくなりました。八角形のキドニーグリルがどんどん並んでおります。でね、ところがね、飾りじゃなくてちゃんとタイヤのところ抜けてるのが BMW らしいなというのを思いました。はい、これね、あのちゃんとリフレクターになっていて、タイヤ周りの風を整流してくれる、そういう機能がしっかりついております。で、これはね、やっぱりあの FF なのでショート、ここね短いのよね、あのボネット短くて、このオーバーハングも短いので、ショートオーバーハングで取り回しはしやすいかなと思いますけれども、やっぱ FF ベースなんでね、パッケージングは上手にできてるかなというところです。タイヤは2056017ですね。フロントもそうかなでした。はい、17インチが履かされております。でも60ってね、最近見ないから厚く見えるよねでもやっぱりこういう多人数乗りっていうか、マルチパーパスビークル、これはまあ多人数にならないね、5人乗りですからね、乗り心地いい方がいいと思うので、これは正解かなっていうふうに私は思います。ではラゲッジスペース見ていきたいんですけど、開くかしら。開きましたね、開きました、開きました、よかった。はい、おー、おお、おお、痛かった。ごめんごめん。私が今、結構ね、あの深く開きます。ここでなんかちょっとね、あ、こうすればいいのかな。あ、これで止まるんだ。なるほど。折れ目があるから何かあると思ったら、これで止まりましたね。はい、こんな感じでね。これはなんだ、止まってるぞ。ん、なんか、しっかり、ベリベリ。パンク修理キットだ。へえ、今時なんかおしゃれだね。パンク修理キットもかなりおしゃれさな感じです。これだったら積んどいてもね。で、ここにも小物入れ、そこにも小物入れで、ここにアクセサリーソケットがありますけど、これね、うちのあのシロちゃんに似てる感じね。あのプラットフォームが基本一緒なんですよ。あのミニのクロスオーバーとかミニのクラブマンとアクティブツアーラーってベースのところ共有してるので、なんかシロちゃんに似た雰囲気がするわ。はい、でも非常に便利でね、この車のいいところは、よいしょよいしょよいしょ、バタバタして、これちょっとスライドこっち出した出した、こうやってスライドするんですよ。それでね、こうやってね、直角に
立てるとですね、このドアノブがなかなか、よいしょ、あら、やりすぎました、あら、なかなか、うっ、よし、できた。こんな感じで結構荷室が広がるんです。これが言いたかった。はい、一人でやるとなかなかバタバタしますけど、要はね、意外とこれ背もたれが直角に出すとか、これだけリアシートがスライドするとかってこのクラスだとありそうで意外とないんですよ。はい、でそれをお見せしたかったんです。ミニクロスオーバーも、こんな感じでスライドするんで多分するだろうと思ったんですけど、なかなかねこれフレキシブルでね、利便性が高くていいかなと思います。ただ前にしちゃうとさすがに人は後ろの席には座れないので、それはね後でまたご覧いただこうと思いますが、なかなかの収納力というところをお見せしました。じゃあちょっと今度背もたれ倒してみるね。ダメだね、よいしょ、これでこんな感じで、よいしょ、あら、反対側かも、はい、これぐらいのスペースが生まれます。意外と入ります。面白いもの発見したので、アドブルー、ここにあるのね、入れるところ。白はこれはいない感じでしたよ。本当にブルーなんだね、入れるところもね。はい、では乗ってみたいと思いますけど、これがまたね最近見ないよね、このこう上げるタイプ。なかなかね、まあやれないことはないけど、ここの力が弱いとちょっと上げづらいかもね、慣れてないと。はい、こんな感じで今開きましたけれど、乗りますか。なんかこの赤いのさ、懐かしくない？なんか BMW っぽいよね、これね、セットっていうこの赤いの。久しぶりに見た気がするんだけど、違うかな。はい、これちょっと今ね上がってたので今下げてます。はい、ここが一番下です。でじゃあ上げますよ、こっからね。だいぶ下がったから、ピューっと上げて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 、よいしょっと、はい、上がりましたね。これは、あ、これはね前だけとかできない、全体的に上がるタイプですね。本当はここ私もうちょっと気持ち下げたいです、ここの部分ね。まあオルガンペダルだから踏めるけど、もうちょいここ下がってるとありがたいかな。でもねやっぱりここもね短くなっちゃうと男性はねどうしてもシート小さいって感じるようなので、まあ、ここだけこう調整できるのがついてたらもっと良かったんだけどね。でこれはジルとテレスコがついておりまして、こんなもんかな。うん、こんな感じでポジションは問題なしで、視界的にもですね、あそこがすごい、なんかまずこのねダッシュボードがびっくりするほど長くない？まあ、最近こういう車たまにあるけど、このクラスにしたらちょっとびっくりするほど長いと思う。で、あそこの A ピラーのだから付け根のところが大きくなっちゃって、三角窓ならぬ台形窓は大きいんですけど、あそこがちょっともったいないかなっていう気がねちょっとする、はい、な感じですね。じゃあこれで後ろの席に私行ってみますけど、これがまたね、まあ、でもなんとか開けれるぞ。よし、乗り込みはしやすい、高さ的にすごいちょうどいい。こう来てお尻をポンと落としてシュッと乗れる、うん、乗り降りはとても良いです。じゃあ勝さんお願いします。ここ私が乗った時すごい上がってんのね、こんなにびっくりしちゃう、こんなですよね。でここのところはですね、はい、かっこいいね、茶色のレザーにグレーのステッチ、色使いがめちゃめちゃおしゃれです。でハーマンカードのねスピーカーのここもなんかちょっと日本っぽいよね、日本の市松模様的な、はい、感じがいたしますよ。でここには大きな、あ、これもキドニーグリル風のね縦型の大きな吹き出し口が2つありまして、 USB-C が2つある、そして、ここにもちょっと物が置けます。で先ほど私スライドしてたレバーですけれども、ここにあります。ここね、ここで、まあ4対2でスライドができる、6対4だね、6対4でスライドができる。背もたれは4対2対4で倒れます。で背もたれはね紐なの、まあ確かにここだとね、スペース的には取らないんだけど、
まあカジュアルな2シリーズアクティブツアラーだからいいかな。ちょっと紐だとね、高級車だとがっかりしがちですが。で、ここ、よっ、硬い、よし、出た。はい、これがアームレストとドリンクホルダーがここにあります。はい、で、傘 OK ですかね。こんな感じ。まあ私、勝さん下げたとはいえこんなに足が入るんで、大きい方はここ前足入れれば楽勝座れるんじゃないかしら。ちなみに私はギリ入れませんでした。はい、それぐらいのスペースです。でも上もね、結構高さあるから、これだったら勝さんも文句言わないんじゃないかな。ちょっと聞いてみたいと思います。というわけで、身長 175.5cm の勝さんに後ろの席に座っていただいております。母さんどうですか？いや、もうヘッドクリアランスがしっかりしてるんで、うん、コンパクトカーなんだけど、割とこう居住空間いいって感じかな。なるほど。じゃあ頭周りが広いのでコンパクトカーだけど座れると。足は？足元もね、うん、割とこうなんていうかな、そんなにもちろん広くはないんだけども、うん、運転席のシートの下に足が入るんで、うん、そんなに窮屈じゃないです。なるほど、はい、なるほど。母さんね、こっちに向かって喋った方が多分声が入る。はい。で、お尻のあたりは、そう、このシートがね、割とね、しっくり入んで、腰から背中にかけて、うん、僕の形状に合うので、お、非常にこれ、気持ちいい。なるほど、ドイツ人体格だと。ドイツ人、違うか。なるほど、ね、はい、肩がっちりしてるので、はい、野球で鍛えたがっちりがタイプなのでね、でも、しっかり座れる。だから、大人、3人で一応行ってたけど、まあ2人だと余裕？そうですね、2人だったらちょっと長い距離でも行けそうだね。行けそう。うん。3人はちょっとさすがに。そうね、そうね、可愛い女の子が横に来れば OK と。そうですね。そうですね、だって。はい、そんな感じでございます。はい、では運転席の周り見ていきましょう。まず私がね、実はパッと目に入っちゃったのこの素材なの。木のところがそっちにも続いてるんですけど、これリアル木目だと思うんだよな、触った感じ。ね、すごい豪華ですよね。これグレードがね、エクスクルーシブというね、ちょっと豪華バージョンなので、こういう風になってんだと思います。で、あちらもですね、茶色のレザーにグレーのステッチ、そしてハーマーカードのちょっと市松模様風なね、スピーカーの模様。そこにリアルウッドが入ることで、かなり温かみのある、そういった演出がなされてるかなと思います。やっぱりね、これアクティブツアラーって、マルチパーパスビークルでファミリーカーとして使う方も多いので、こういう温かい雰囲気はね、すごくいいんじゃないでしょうかね。で、ここもね、ブラウンなのよ。で、スペースもこれぐらいあるし、荷物しっかり入るぞと。で、ここね、伸びる。より大柄な方はここ伸ばしていただいた方がしっかり座れると思いますが、私はチビなのでこれ小さくしてますけどね。で、このシートはですね、ここだけキルティング模様なんですけど、結構ね、サポートが効いてる感じしますよね。やっぱこの辺り BMW らしいなっていう風にね、すごく思いました。で、ここは、ここにライトあんだ。ここにね、ライトついてまして、横っちょにね。で、ここはまあルーフでしょ。で、ここもライトでしょという感じで、ここにエアバッグって書いてある。この辺に書いてないのがやっぱセンスを感じますね。で、ここもソフトパッドになっております。で、ステッチも効いていると。でね、BMW といえば最近このビローンって横に長くてちょっとこうカーブしているこのガラスのディスプレイ、これが特徴なんです。で、昔から BMW ってドライバーオリエンテッドって言って、こういった、まあ、表示、スイッチ類、まあ、計器類なんかがちょっとね、ドライバー向きにこう傾いてるんですね。で、このアクティブツアラーもそう。マルチパーパスビークルだからこれフラットにしてなんて考えた時代もあったみたいなんですけど、やっぱりね、これ2022年にね、次のモデルが日本にやってきたんですが、よりね、ドライバーをメインに作ったんだなっていう感じがします。これなんかハンドルがずいぶん曲がっちゃってるので、ちょっと一回まっすぐにしますね。よいしょ。はい、ハンドルまっすぐにしましたけれども、はい、すごいね、ドライブ、あら、また曲がっちゃったな。いいよ。こんな感じね。はい、すごいね、ドライバーを中心に作られてるんだなっていう感じがしました。で、ここの吹き出し口が大きいのね。普通だったらこれ分かれてそうなもんなんだけど、ピローンと大きくある。で、ここも大きくある。でね、私これ高さが低めで、こちらのディスプレイを上に上げたのは、まあ3シリーズぐらいの時からこういう考え方で作ってましたけど、非常にいいと思います。やっぱりね、一番見やすいところに視認で
いろいろやらなきゃいけないもの、目を使わなきゃいけないものは見やすいところに位置するっていうのはすごくいい考え方ですよね。まあ個人的にも目が乾かないのでこの低めの位置は好きです。で、ここなんですけどね、ここに置くだけ充電があるのね。で、これで多分押さえるんだね。ここほら、こう透けてるの。わかる？こういう。指入りきっちゃった。こうやって、こうか。こうやって、ここでピッて押さえるんだね。ガタガタしないように。まあこれ押さえなかったらスマホがこうやってこう動いちゃうから。うん、確かに。裏もゴムになってるから動かないわ。いろいろ考えてますね。で、ここにカップホルダーがありまして、で、ちょっとフローティングタイプになってるんですけど、ここに物入れがあります。はい、ここにもね。で、ここが、これか。おう。あら、薄型のセンターコンソール。いつも思うんだけど、ここは何だろう。私にはお弁当のお進行基盤に見えます。はい。そんな感じのものね。でね、ここがね、スタートストップツイッチで、これがね、シフトレバーなんですけど、面白いのが、R、N、D、L。ね、P がないのよ。で、P どうしたの？ P どこ行っちゃったの？と思ったら、ですね、例えばじゃあこれで、一回ちょっとかけますね。エンジンかけました。今 P 入ってるでしょ？で、D じゃん。N、R でしょ？で、P どこって、ここ押すと、P に入る。要は P に入れるときっていうのは、こうね、いわゆるサイドブレーキっていうか、ハンドブレーキもかけるから、確かにこれ同じボタンでやっても、おかしくはないよね。使い勝手的にね。そう考えたのかなと思うんですけど、すごくシンプルな設定になってます。で、ここには、ハザードスイッチ。まあ、パッと手に届くところにあるからいいですね。で、USB なんかもこのあたりにあります。で、ハンドルのスイッチはすごくシンプルで、もうこのスイッチ類、他の車よりすごい少ないと思う。で、こっち側が、いわゆるアダプティブクルーズコントロール。で、こっち側が、まあ、オーディオ関係ですね。電話とか、あとそういうことができるようになっているようです。本当にね、シンプルな設計ですね。うん。最近の BMW は本当に、シンプルで。やっぱりドイツのプレミアムっていうと、あとメルセデス・ベンツがありますけど、BMW の方が最近インテリアシンプルにかなり感じます。エンジンルームはこちらになります。結構ぎっしり詰まってるなって感じがしますけれども、これは直列4気筒2リッターターボエンジンですね。150馬力、トルクが360ニュートンメーターというスペックになっております。なんかね、面白いよね。なんとなくこうキュッとした感じですね。はい。まあでも最近の BMW のディーゼルエンジン、乗っちゃうと本当に音聞こえないと思うんで、そのあたりちょっとね、体感しに行きたいと思います。さて、走り出しましたけれども、これね、音だけ聞いてるとディーゼルっていうことを忘れちゃいますね。それぐらいちょっとディーゼル感はすごく薄くてありがたいと言いますか、まあ、私が乗ってたシロちゃんもですね、音的にはディーゼル感があんまりなくて本当静かだったんですよ。外で聞くとね、やっぱガラガラガラとディーゼルだなって思うんだけど、乗っちゃうとね、気にならないんですよね。で、このアクティブツアーラー君もそんな感じです。ただね、ディーゼルやっぱトルクありますから、こういうね、まっすぐなところをタラーッと流して走るのはすごい私得意だと思いますよ。今もね、アクセルペダルギュッと踏み込まないで、まあ一定にずっとしてるとね、スピードコントロールがまずしやすいんですよね。で、意外と車乗り慣れてないと、高速道路とかで一定のスピードでずっと走るって疲れちゃう方が多いみたいなんですけど、そういうことがですね、このディーゼルはトルクの太さを生かしてやりやすいので、私はね、結構これおすすめです。で、視界的にはその左の前のね、分厚いところすごい気になるなと思ったんです、止まってる時は。でも動いてしまえば、逆にそのね、左のこの部分のところが、大きく開いてるので、なんかこう見たいところはちゃんと見えてる感じがあるんですよ。なので止まってる時のインプレッションとガラリと変わりまして、非常にそこはですね、視界が良いでございます。それよりも、どうだろう、でも視界でも全体的にいいんですよね。フロントウィンドウそんな立ってるわけじゃないんだけど、で、リアもね、こうシュッとなってるんだけど、ちゃんと下の方までガラス面見えてますし、うん、非常に視界が優れた車だなというふうに思いました。でね、シートはね、なんかすごいね、しっ
かりしてんの。背中とか私なんか今押されてるぐらいしっかりしてる感じなんですけど、あのクッションががっちりしていて、まあただ足がもうちょっと私は前側がやっぱ下がってる方が楽だなって個人的には思いますが、でもこれね、あの大柄な男性の方はもっと座面も伸ばせますし、今私座面一番短くてそう感じてるので、本当に非常にね、あの多くの方が乗りやすく使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。で、勝さん後ろってどうですか？あ、しっとりしてる？あ、そう。まあ、高速道路ってこともあるんだけど、うん。あの、すごくあの、なんかね、ストレスがないとか。おお。それはいいですね。音もそんなうるさくない？音はね、若干の後ろ。やっぱ後ろはうるさいか。うん。まあ、うるさいってことじゃないけど。うんうん。そうだよね。ありがとうございます。やっぱりね、音はね、この形状だと後ろ回るかなと思ったんですけど、これで静かだったらね、よっぽど高級車だよと思ったけど、でもね、乗り味的にはそんなに、タイヤもね、やっぱ60タイヤついてるんで、その影響もあるかもしれませんね。あの、ちょっとつなぎ目乗り越してもガツンと来ないのがね。でもあの、60タイヤついてるからって、まあ今ね、そんなにここ、くねくねした道じゃないからあれですけど、タイヤがよれてっていう感じも、まあまあそうないでしょうし、私はこれぐらいでね、いいんじゃないかと思うんですよね。最近の車タイヤ薄くて大きいよね、ちょっとね、うん、やっぱりある程度、まあもちろん薄い方がね、ダイレクトにこう曲がった時とかこのゴムがよれる感じがとか分かりますよ。でもファミリーカーだったらこれでいいんじゃないかなと正直思います。で、フロントに乗ってる分には本当に音もそんなうるさくなくて結構ね、でもね、意外とこれ、まあシート私が今目いっぱい上げてるせいもあるのかな、ちょっとね、腰高感があるんですよね。うちのね、シロちゃんの方がね、その辺はなかったかな。何でもシロと比べるなって言われそうですけど、あの基本が同じなのでね、言ってますけど、うん、ちょっとね、うん、重心の低さがシロの方があったかなとか、若干これね、重心が高いような感じがするんですよ。だもうちょっとこうドスッとしたね、安定感があるとさらに良くなるのかもしれないですね。でもまあ跳ねるような感じもないですし、ハンドリングもねすごい素直ですし、でこういうマルチパーパスビークルなんだけど、やっぱりね、このドライバーオリエンテッドのコックピットの作り方で乗ってる人が運転してる感がすごくあるんですよね。だから普段はファミリーカーで使ってるけど、日常的にはこれ通勤で使ってますよとか、普段はドライブで自分メインで楽しく使ってるんだけど、たまに家族乗せたりして出かけるんですよねっていう方には、あの走り好きの方にはちょうどいいかなっていう感じがしてます。うん、だから先代よりもこの乗ったフィーリングとかは逆にすごく良くなったかな。最初ね、ランフラットタイヤが付いた時とかはね、ちょっと硬くて乗り心地どうしようって感じがあったんですけど、今のこの60タイヤ履かせてからはすごく乗り心地も良くなりましたし、うん、マルチパーパスビークルとしての性能としてはすごく良いのではないかなというふうに今思っております。まあデザイン的にはね、いろいろまあ好みがあると思うんで何とも言えませんが、まあ、私はちょっと先代の方がデザイン的には好きだったかなーなんて気もちょっとしてるんだけどね。まあでもインテリアの雰囲気とか質感とか、あと運転のしやすさはやっぱり新しいものはいいっていうねなってますし、まああと奇抜なデザインこそね、だんだん見慣れますからね。最初からこうあんまり普通のデザインって意外と飽きちゃうんですよ、紛れちゃって。そういう意味では自分だけの一体感がファミリーカーなのに出しやすい、はい、そういった風につながってくるのかなと思います。まあ本当に皆さんでね、これファミリーカーでいろんなとこお出かけしてくれるといいのではないでしょうか。というわけで今日のドライバーいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。